こんにちは、CRD です。今日はですね、皆さんに前お話ししたことがあるこの話についてね、続報がありましたんでお話をさせていただきます。こちら、ザデイキックスというですね、闇転売屋がいまして、アメリカにねおるんですけれども、このザデイキックスがですね、ポンジスキームっていう名前の詐欺を起こして逃げてるんじゃないかという疑惑がね、あったんですけれども、これがどうやら黒だったみたいで、ビジネスパートナーである奥さんと一緒に起訴されてしまいました。この話題はアメリカのスニーカーヘッズやファッションが好きな、若者を中心にですね、非常に大きな話題となってます。オレゴンのニュース誌のオレゴンライブも報道してますし、ファッション関係で言えばコンプレックスも大きく報道してます。今回はこのザデイキックスがどんな犯罪を犯したかということ、そして今どういう状況であるか、なんで起訴されたかっていう話をねさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、前回ねお話しさせていただいた内容の続きになるんで、ある程度かいつまんでザデイキックスがどういう人物かということをお話しします。2010年頃、ザデイキックスは個人でスニーカーを仕入れて販売するという、要は一般的なですね、個人の転売ヤーだったわけなんですね。しかしそうやって転売をしている中で、いろんなつながりからですね、スニーカーを仕入れることができるようになりました。ここは明かされてないんですけれども、裏のつながりがあってということでね、バックドアとかそういう感じだと思うんですけれども、そういったところからですね、ちゃんとした正規品のスニーカーをですね、早いタイミングで入手できるようになりました。そしてですね、もうこれは事業拡大した方がいいというふうになってですね、2013年に自分の本名マイケル・マレック・ザデイから取って、ザデイキックスという名前で LLC を立ち上げました。これは日本でいう合同会社みたいなものです。要は出資額が少なくて、社員イコール株主みたいな感じの、ベンチャー企業スタイルのね会社ということです。さっきもお話ししたみたいな裏のルートでのですね、仕入れによって確実に新作のですね、話題のスニーカーが手に入るということがね、確立できるようになりました。そこでザデイキックスはですね、より早く話題のレアスニーカーを手に入れたいという、顧客のですね、要望をうまく汲み取って、リリースが決定する前のですね、リーク段階で、注文ができるというプラットフォームを形成しました。それによってアメリカを中心としたスニーカーヘッズや転売業者、そういう人たちがこぞってこのザデイキックスを利用してですね、絶対手に入る正規品ということで、定価よりも全然値段は張るんですけれども、それでも一応まあ現実的な価格、法外ではないような価格で新しいスニーカーのですね、購入予約をしていたということなんですね。で、実際に届いたスニーカーが、どこに鑑定出しても絶対本物だったっていう、そういった信頼感からですね、スニーカーヘッズや転売屋が買ったりとかしてたわけなんですね。しかしこのシステムが後にトラブルと破滅を呼びます。今年の5月、ザデイキックスは破産申告を申し立てます。そして2億円ほどのですね、負債を抱えて、飛んでいたわけなんですね。しかしザデイキックスは FBI などの捜査により場所を突き止められて、先週の金曜日7月29日にですね、オレゴン州地方裁判所で訴状を提出され起訴されてしまうんですね。罪状はポンジスキームです。すごくわかりやすく言うと投資詐欺です。このザデイキックスのシステム、そもそもこのリークされているスニーカーっていうのは発売されるかどうかっていう裏付けのないものなんですね。スニーカーを仕入れるルートがあったってことは確かではあるんですけれども、ナイキからの限定オファーみたいな感じで普通の販路で販売されない場合、これはどう頑張っても発売前に手に入れることがやっぱり難しいですね。それに実際リークだけはあってリリースされなかったモデルっていうのもあります。そういったものに関してはですね、スニーカーが供給できない場合、ストアクレジットとしてプールさせるという、そういう方法を取ってたんですが、これって要するに現金での返金はしないっていうことなんですね。この仕組みっていうのが典型的な投資詐欺の仕組みだそうなんですね。ザデイキックスは顧客から集めたお金をですね、ストアクレジットといういくらでも発行できる、まあ仮想通貨のようなもんですよね。それに変えてですね、実際に集まった現金をですね、実は高級な時計とか車とかですね、ブランドのバッグに変えて使ってたということだったんですね。しかもその時計が42万ドルの時計、要するに5000万円ぐらいの時計ですね。それと7万9000ドルの車、1000万円ぐらいの高級車にも当てられてたという話です。時計と車の値段逆ちゃうんかっていうふうに思う方もいると思うんですけども、実際そういうものを買ってたらしいです。これらの高級品っていうのは、マネーロンダリング、顧客から集めたお金をですね、そのまま現金で持たず物に変えたっていうふうに言われてるそうですね。まあそうでもしないとね、なかなか一軒家、しかもね結構いい家が建つぐらいの額の時計を買わないですよね。僕の今つけてるチープカシオやったら1万本ぐらい買えると思います。そしてザデイキックスが訴状の中で非常に大きな問題と言われている、部分があるんですね。それがどんな黒い部分なのかというとですね、黒というよりクールグレーなんですね。ザデイキックスは2021年にエアジョーダン11のクールグレー、これの受注を60万足以上注文受け入れしたんですね。これによってザデイキックスのペイパル口座には7000万ドル、日本円でいうと90億円以上の金額が入金されることになったんですね。しか
かしザデイキックスが入手できたのはわずか6000足だけでした。60万足の受注の中から6000足しか入れないって100分の1ですよね。普通にスニーカーズで抽選するよりも全然手に入りにくいんじゃないかなと思うんですけどね。このクールグレアね、日本でそこまでめちゃくちゃ人気っていう感じじゃないんですけども、特にアメリカでは人気凄まじいんですね。シカゴとかそういうねジョーダンマンとかに比べるとまだマシなんですけれども、それでもやっぱりこれを欲しいっていうスニーカーヘッズはね海外では結構多いみたいですね。ザデイキックスが倒産したこのニュースを受けた時に、何百人ものお客さんがスニーカーが届けられなかった不満をですね、掲示板や SNS などでその恨みを打ち明けてるんですよね。ある大口のバイヤーはザデイキックスで買った未払いの注文が50万ドル、要するに5000万以上あるっていう風にコンプレックスマガジンに語ってます。そしてそのコンプレックスにザデイキックスの弁護士がですね、話したっていうことが、書かれてました。弁護士からの声明では、彼は一貫して自分の行動に全責任を負い、これからもそうし続けます。彼の主な目標は顧客や他の利害関係者への財政的損害を最小限に抑えることであるため、数百万ドル相当の個人資産を連邦政府に引き渡したと強調しました。そして起訴されたのはザデイキックス本人だけではなくてですね、奥さんベサニー・モッカーマンもですね一緒に捕まることになったんですね。現在ザデイキックスはアメリカンエキスプレスにも民事訴訟されており、2億円を超える損害賠償を求められています。このポンジスキームでお金を集めてた以上にですね、いろいろお金に関してのですね、せこいことをたくさんしてたみたいです。まあ上司必須というか、悪いことしてたら捕まんねんでっていう言い入れかなと思いましたね。めちゃくちゃよく言えばボニーとクライド、みたいにですね、愛の逃避行的な感じのねクライムムービーみたいな感じのね見方はできるんですけども、本当にね50万ドル以上の、損害を抱えてる人もいるということでですね、非常にこれからね大きな喧騒になると、思われます。やっぱり常識外れの金額を稼ぐってことは常識外れのことをしないといけないんですけれども、それがね常識じゃなくて法を外れてしまった場合、こういう風になってしまうんだなっていう話でしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。スニーカーだけにね本当に足元を見た行為というか、非常にですね人の欲望をうまく使った商売だなと思うんですけれども、転売についてはねありなしの話、この前ね僕ねお子さんのスニーカーについての話もさせていただきましたけども、本当にコメント欄見ていろいろ勉強になったんですけれども、ここまで大規模な犯罪になってくるとですね、まあまあ欲をかいた人の自業自得とかっていう見方もありますし、何とも言えないところなんですけども、このスニーカー業界ではね、おそらく今後もなくならないようなお話なのかなと思います。皆さんもね本当に美味しい話というか、お得すぎるなこれはという話はね、ちょっと本当に前つばもんなんで気をつけてくださいね。また何かねこの件についての、感想などがあれば皆さんコメントでいただきたいなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRT でした。つま先は曲げずに座る新しいスタイル、足元に踏み出した慣れた道、赤だニューワーク。